ードを求めているので、さやちゃんにすぐ意見を言います。ちょっとでも分かる、分かる、それめっちゃ分かる。フォローしてくれたんですけど、はい、
春なの。緑の要素がある。ピンク着替えたいね。マリアとゆきちゃんだけ。黄色と今日は黄色。感触グラフ。あ、そう、確かに思った。サタン。ポンピン。マスクまで笹やってる。そう、もう本当に笹の灰色。笹で作った？うん、笹で作ったこれ。これ笹団子食べた後の笹。こんなさ、先輩たちをさ、こんなさ、こうやってやってるぐらいにはならないし。可愛いってなってめっちゃ あそこから。あそこから。お、見えてるぞ。そこからコメントしてるのは分かってるんだ。そこからコメントしてるのは分かってるんだ。見えてんだぞ。あった。お前だよ。目があったぞ今。目があってんだぞ。衣装並ぶと綺麗だよね。カラフル衣装本当に並ぶとめっちゃ綺麗。ね。なんか情報量すごい。しかも全然被ってないんじゃないですか。黄色。黄色。なんか取れた。そんなことしてなかったのに。なんかすげえ。なんかすごい花火大会になってるんだね。ヨーヨー。さっきさ、開けたらこれ。すごい。ちょっと遅めの花火大会だね。確かに。反対。現場でコメントするってお互い。そう、結構キャラしてる人いるよね。並んでる間に暇やから。そう、あれあれみたいな。おいで。行きたい気持ちは山々なんだから。結構めいちゃんなんか新芽にいたり絡み合う方が多いんだけど、今日は全然巡り合えなかった。この花と恋から出てなかったから。今日私全部恋から始まる曲で、コーディネーター系フィーチャー、この花作品で恋からやるまで。あと何やる。恋もないかな。恋もないかな。恋から始まる。リズムに合わせて。もう今新幹線とか乗れないよね、正直。情勢的に新幹線たまに乗ったりするとガラガラやん。めっちゃガラガラだよ。なんか調べるもん、たまに、ね、あ、オリマン伝えておくね。欲しくなったのでいいと思う。髪型素敵、ありがとう。もう暑くてもうやりたくないって前言ったんだけど、なんかもういっぱいやっちゃったっていう。ふわふわしちゃう。ふわふわしちゃう。本当は同じぐらいの長さだったんだよ。あー、ショートの時。そう、ショートだったんだよね。マナピー、メイさん。はい。メイちゃんのとこお願いします。行ってきます。さっき楽屋でふみがカナンに嘘ついた。何で？あ、ちょうどちょうど2人ともなんで嘘ついてたの？今その話しようとしたら、え、いた時だよ。あの、笹川がめっちゃロングヘアだったっていう。しかも全部信じるのかな。全部、笹さんロングだったんですか？え、みたいな。私も急にそう言われて、そう、笹ロングだったんだよって言われて、急に膝ぐらいまであったよって乗っかったけど、めっちゃ信じてた。ふみさんが、笹さんも昔は腰まであったんだよみたいな言うから、そう、こんぐらいだったって言ったらめっちゃ信じてた。ネタバラしされても気づけなかった。なんかさ、すごいね、感情が。あ、そう、花火大会やってるの今。あ、そういうこと。バンザイジャパン花火大会が。バンザイジャパンって書いてなかったの。ショールーム。すごい。勘違いがすごい。ショールーム、ショールーム、ショールーム。このマスク、このマスクも市販品よ。あの、いただいたやつ。あとネイビーも。そうなの。ちょろいって、ちょろい人だって。みんなカナに甘い言葉言ったらすぐ騙せちゃうかも。でもズボン買わないよ。ズボン買わない。え、でもめっちゃ超愛してるよとか好きだよとか言われたら信じるじゃん。もうカナ大好き。心こもってるの。なんで？思ってくれてるはずなのに、そういうやつ思ってくれない。こんばんざーい、こんばんざい。こんな色まである。なんかすごい、なんかすごいことなってる。花火大会やってる。すごい。なんかすごいことな
さっき楽屋でニュース見てたんだけど、ね、テレビやったから千葉県いすみ市が出てくる、いすみ市で出てくる、いすみ市に変な謎の生き物がいるっていうニュースを見てた、みんなで楽屋でマリアかな私いすみ市出身じゃないです千葉県在住でもあるけど最近変わんないです。髪の毛いい緑、さっちゃん、あら、しーちゃん、さっちゃん、全然しーちゃん、まいちゃん出た出た、これは何の陰謀だ、あ、引いたね、これ引いた方が何でしょうか、あ、え、でもこっちの横に切ろうかなって思ってるぐらいだと思う、ジュリアさん、ジュリアさん、ああ、めっちゃギャイニーね、ああ、この人ね、いないし、この人ね、あと、あら、でも事務所に郵送っていう方法もあるよ、じゃあ持ってく、事務所に郵送でも受け付けております。常磐線周りで。なんか住所とかはちょっとメンバーに聞いてください。メンバーに聞いたらちょっとコントロとあれなので文面、あ、そうね。マックスもそろそろなくなるからそれ乗りに行こうかって。ちょっと今はっきりバンクまで覚えてます。2階建ての新幹線が文面であれが10月でなくなっちゃう。トキもそう、全部普通のトキになっちゃう。めっちゃ簡単。やだ、2階建てがいい。そう、2階建てがいい、2階建てがいい、2階がいい。でもね、分かるその気持ち。今日のセットリストは本屋辺りに人が降りたやつ、シネマクラブ、コーディネートトゥーフューチャー、この花浜さけすめ、声かれるまでスタート、ジャンピングアップジャパンです。6曲、はい、じゃあどうです、曲でしたね、今日はね。ラメ教室です、一回も使ってないんで。そう。びっくりしちゃうわ。もう2人送られてきたところです。センスない曲だった。マルタジャパンのアイデンティティ。センスが、いい子もない。いい子もない。いい子もない。青いの新しい芸ができた。そういう芸人さんいる。あらやつからやらないといけないやつ。シネマグラフ生で聞きたいんじゃ、シプリーマンさん、シネマグラフ、ね、生で聞くと全然迫力違うと思う、見ると訴えかけてくる、うん、ね、あ、花火大会にびっくりした、うん、やったい、あー、気づかっ、いや、屋形船が終わっちゃう、東京タワー、違う、スカイツリー、なんだろう、あ、本当だ、東京タワーか、タワーがこれ、これはきっと隅田川のあたりだね、違います、なんかここに置いてたら頭痛がしてきたんで移動しました、かわいい、でもこっちだけ言いたい、なんかみかんのヘタみたいになってますよ、そらさん、なんていうんだっけ、花が、花か、花か、花かんぱ、花かんぱ、見たことはないけどね、送り先登録されてる、あ、何 NHK、 NHK、 あ、確かに海賊ってちょっと年末くらいの次、ね、イメージが、いつやってる、株式会社海賊、なんかめっちゃ海賵版とか、6時の時、6時ぐらい、忍たま、でもそうなんです、実はバンザイジャパンの前から会社、おじゃる丸か、株式会社海賊って言うんですよ、おじゃる丸の前、実はね、みんな知らなかったかもしれないけど、実は株式会社海賊って言うんです、株式会社海賊の中のガンコちゃん、コスパニックエンターテイナー、先ほどみたいな感じ、ガンコちゃん、そう、ガンコちゃん、コスパニックエンターテイメントは社名ではないのだ、なんでガンコちゃん、そんなに可愛いね、なんか、なんかみたいな、あ、落ちた、え、可愛いコメント、あ、コメントコロジ、もうちょっと青色のがいいよね、そうですね。ガチレスピーカーでした。ね、ガッシュとアーシャイで。新作ですか？うん、ずっとつけてる。いつもね、これつけてる。あ、なんかだからなんか違う感じに見える。じゃあスタートあったから、ちょっと女に比較しようと思ったら、その前が声が出る前だった。関係なかった。この穴から3時くらい連絡、一緒だ、イエーイ、終わり、内容イエーイ、確かにたまに見るなとは思ってた、直中の移動でメンバー推
ぎて誰が何入れてるか分かんないもんね。何これ、花火大会やってるの？そうなんですよ、なんかやってました。解説、笑っていいとも知らない。え、何、私もさっき見てニコリ知ったわけ。知らないって。葵、笑っていいとも知ってる？はい、ゆきちゃんがちょっと、ゆきちゃんはシャブシャブ言葉選ばないけど、シャブで。ゆきちゃんはちょっと知らないんだ。テレビ見ないって言った。すごい、ジェネギャラーのギリギリテレビ、ジェネギャラー、めっちゃわかります。じゃあちょっとわかります。やだやだ、そもそもさ、あらこれとかやってたとき学校行ってるから見てない。いや、なんでなんで、ちょっと分かりづらい。毎日やってる。多分それ大阪だから本当にやってたかもしれない。バンバラーなんとにカップレット。あ、そう、ちょっと面白い。本当毎日、多分ほぼ毎日同じもの食べて飲んでるから。今日もなんか違う？あ、最近あのベルグレーに最近って言いたかった。今日だけかと思ってる。最近って言いたかった。なかなか言う機会なかった。一枚なくなっちゃう。今日前髪分けてる。で、昨日はね、シースルーでこうだったからね。おとといだ、おとといはね、聞いてるんでね、こうね。やばい、全然やばい、何も見てない。何も見てない。伝えるタイミングいつもね。眉毛が薄く感じる、わかんない。あげます。どうなるんだ。しおりが欲しいって言ってた。あ、しおりに OK です。そうそう、復唱してくれてる。しおりが欲しい。3枚で1500円。見てます。誰？見てます。3枚で1500円。えば1500円ですね。すいません、え、ゆりちゃんの会社が500円。たくやぎ見てるか。たくやぎ、たくやぎ吉野さんにだよ。目が言ってる。ここにいるから。だからです。なんか二人が映った瞬間にもうこんなだったから映ってやった。見てるね、じゃあね。あんま今ね、思い出しちゃったよ。ちゃった。ごめん、こっから笑うよ。止まんないよ、うん。あ、ここないじゃん、こんにちは。ふみかわいいよ、怖いから一生コメントしないよ。なんでなんで、ふけちゃんの、なんで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 。乱入みんなしてくるのでね。みおちゃんが乱入してきた。乱入。乱入。うわあ。こんばんざい。なんかすごい、ぼよぼよしてる。え、してないですか？これ？このここが？なんか夢の中の世界みたい。夢の中だね。12時間配信の時のクーさんからミオへの切り替わり知ってます？あ、見たよ、見た。笑っちゃった。乗っ取っちゃってクーさんの瞑想中。いいタイミングだった。素晴らしかったですね、私たちの連携。椅子出します？イエイ。チャミオだお。座ったら立てなくなる。久々にリボンなんかつけちゃったりつけちゃったりしました。10時50まで10まで。すごい、花火大会まだまだ、まだまだ、あと35分あるけどね。今日寂しいな。寂しくなってきちゃった。画面の向こうの皆さん、カラフル衣装のオンライン特典待ってます。待ってます。トロリトロリ特典いる。ここにおるよー。ラッピー。ソラ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 。
七夕。そう、私たち。シャイニーアワーズで七夕。
みんな卒業しないからね。朝日奈はここにトリアでありました。プレゼントするんで、よかったら聞いてまた遊びにください。なんでやろ。え、なんでゆみちゃんいないの、びっくりなんだけど。なんかね、よくね、写真撮影の時にね、アビコさんにね、指で消されるんだけどね、その感じかな。30分でーす。ちょっと嫌がらせが過ぎない？もしかして、その感じされたあれ？あれで。とりあえず、即席で作っとくね。ありがとうございます。なんかゆみの名前がないみたいなのでね。悲しいことに有名な名前がない。あ、もうそれはね、画面にバブちゃんしかいない。かわいい。ありがとうございました。挨拶しバンダイジャパンで培ったやつは今後の人生に生かしていきますので。培ったやつ。47時間パズルやったりね、うん、あれから腰が治らなくて、あチラシ配りに行ったりね。代償重いな。ねえ、チラシ配りに行って、本当に。あれからなんか紅白衣装の後ろちょっとなんかうちわの黒色がついちゃって。それは自己責任。たくさん47時間配信の帯企画での思い出は今も残っておりまして。うん、まあね、これから現れますから、彗星のように朝日奈ゆみのフォームが。できてるよ、大丈夫だよ。もうできてるって。え、それはゆみの新規枠になってるってことですよね。いつもこうバーンって今まで培った朝日奈。とりあえず朝日奈ゆみだけ。一番下にある。こんばんざい、大阪府の伝道師見習い朝日奈ゆみです。ほのかちゃんと頑張っていきますので、はい、新メンバーなんでね。よろしくお願いします。新メンバーなんです。足換えジャパンなんで、今ね、楽市ヤクザに一人だけね、名前なかったところちゃんと追加されたんですよね。かわいいね。変えなくなってるとかじゃなくて、名前が消えてたらしい。名前消えてた。やばい。嫌がらせ。いつからかなかったのかな。え、でも昨日、なんか豊洲を変えたっぽい。ああ、こーちゃんが頼んでくれたの、今ちょうど通ってきた。豊洲はなんか有名な名前あるよ。何今何で。いいよ、どうぞ。そう、見てるから、こっちで。OK。てんてん、ありがとう。あっこちゃんがささしを食うか、ごみチェキ。なるほどね。はいなー。27日に待たせるかな。ゆみ、一番下のじゃあ、沖縄の伝道師になろう。え、プリプリ、かわいい、かわいい、かわいいする。かわいい、かわいいする。学びたい。そうですね、ミーフィー。あ、ゆうみさんこの前もなか名前なかったって。あれ、え、ゆうみ誰で買われてるの。ちょっとさ、でもさ、みんな言って、本当に。なんかそれでさ、オンラインの特典諦められるのちょっと悲しいから。出したら、ここにある。そう、ちょっと本当に結構家で落ち込む案件よ、それは。ミラノポストと持ち帰って落ち込む。かわいい、かわいいする。あそこでなかなか抜きだから。あとは取ってくる。空いてたらそこへ。あれ、空いてなかったら。名前。はい。みんなゆみちゃんが切ないので、どうかゆみちゃんのバグちゃん動画とかどうですか。ゆみはここにいるよ。ゆみはここにいます。なんだっけ、通りもんは福岡博多。美味しいやつ、大好き。多分人数以上にあるから、オンライン待ってます。はい、ありがとう。カメラグダイスまた飲んでくれて、おいしい。でもなかったらまた言ってね。ゆうみなんかよく名前聞いてるから、よろしく、よろしく。じゃないとね、ゆうみちゃんのね、生活の足しにならないよ。ゆうみが死んでしまうわ。そんなの嫌だ、私がお金あげる。人生の終わりを見いから5万、月5万あげる。すごーい、すごーい。いやお家賃すごい。私が生きれなくなった。もうダメだ。大事にして。あ、豊かに暮らそうな。本当にいい声で言われた。暮らそうな。ただカタカナでいいやん。え、ラインの時もだいたいこう、かわいい、かわいい。やるとここだけ出てくるから。あっこちゃん撮った、撮ったよ、撮ったよ。
ってなかったかもって言ってためちゃめちゃ険しい顔もしかしたらしてる可能性もある。あ、大丈夫、険しくはない、険しくはない、よかったよかった、可愛い可愛いしてる、よかったよ。なんとかビジュアルライブのビジュアルライブはトークトーク、トークコートみたいな、ほぼトークコートになる。シューちゃん、シューちゃん、パイナポペン通称としゃべたナウンバー、イテメンバーそれぞれの特典券買えばいい。そうですそうですそうです、通称とのノーマルの落書きなしだったら、例えばしおりとののかのツーショットとかだったら、しおり1枚ののか1枚で合計2枚買うと OK で、なんか推しメンの方の落書きだけもらおうかなって思ったら、例えばののかを2枚でしおり1枚にするとののかの落書き付きツーショットをデジタル名が届きます。どっちにも落書きしてほしいなって場合は2枚ずつだと1枚の写メで2人の落書きが入ったツーショット落書き写メが手に入ります。オッケーです。あ、でもそれは前から決まったですです。それぞれの落書き写メがいいなやっぱりって思ったら、何々ちゃんと何々ちゃんの落書き写メくださいとかって、なので備考欄はちょっとねしっかり書いていただけるとねありがたいですね。できたって。あ、かわいい。ちょっと全然険しくない。全然険しくない。かわいい。ちょっと顔似てるね。アーティストの。誰が？クルササが。角度の。角度。どっち？どっち？ちょっと顔似てる。よくです、いいえ、こちらこそありがとう。ギリギリだったのでコメントする前に、また何がだろう、いってらっしゃい。2ヶ月に一度ビコーラを乗せ、あ、もうそれくらいなら全然大丈夫です。全然、ハゲちゃんすごいね、論文みたいにビコーラ書いてくれるから超すごい、ありがとうね、本当にね。ちょっと濡れててやだ。綺麗なリーさん、キャリーさん、あれ、なんか匂わせて、暇だということを匂わせて、あ、青だ、あ、どうだ、でも私ちょっとチーム水色、本当だ、ちょっと濃い色だ、4、5、ゼロね、みんな水色、7、8、スカートがね、9、チーム水色、あ、いらっしゃい、息合わなさそう、どんな水色かはあなたの得点で、はい、あなたの得点で、出られないよ、出られないよ、出られないよ、私の技だよここにあとしおりさんと葵ちゃんもいるんだそうなんです、青チームに入って、あら、あ、青チーム、青チーム、青が抜けて青が入ってきました、青チーム、緑混ぜちゃえ、青だ、青になりました、青だ、青だ、青だ、やった、青だ、あれ青だ、青信号の色だよ、そう、青だよ、これ、青だよ、青だよね、青だよね、ほら、みんなも青って言ってる、青のコメント来てない、青だよね、ついてきて、やるよ、やるよ、青だ、そうだそうだ、青だ、青だ、青だ、誰知らないよ、青だって言ったんだよ、だよね、さっちゃんが言うか、それよ、みんな青でしたらことになるんです、ね、青です、ほら青だ、はい、ねえ、いってらっしゃい、星野さん、星野さんミルさん、今日何がかり、今日マッチ今日ヨレヨレなの、今日は何がかり、チェキがかり、チェキがかり、チェキ、チェキがかり、鹿児島弁にね、すぐなるんだ、まあたまにすごい癖強いなっていう時がある、一回そのゾーンに入るとなかなか抜けないね、この前も読み聞かせの後ずっと初井さんと喋りながらなまってた、たまたま抜けなかったみたいな、抜けなかった、うまい、今さんが一番うまい、教えてほしい、何がうまいのか分かんない、ちょっと喋ってって、何が、あの鹿児島弁で、あ、うまい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 、やったー、いい、
鹿児島弁ゾーンに入ってから直す標準語に戻そうとするとなんかミッキーみたいになる。うまいね。さくらミッキーこっちだよ。カゴンマ。カゴンマ。カゴンマ。え、リダ壊れてる？誰の？違うから。みんなそのじゃないの。え、なんでだ？誰のだろう？わからないけど。壊れてる？誰のだろう？わかんないね。わからないけど、なんか、なんかわかんない。ラスト聞き取れない感想。そうだよね。確かに。鹿児島ってだってさ、鹿児島の中でも地域差がめっちゃあるでしょ。すごいね。お姉さんだもん。やっぱ年配の人はすごい全然聞き取れるし意味は分かるけど自分では話せないから、おばあちゃんのご兄弟のなんていうの、おばさんっていうのかな、分かんないけどが鹿児島に住んでるから田舎鹿児島なのよ私。イエーイ。そう、阿久根市というのどいなか、阿久根、そう、阿久根なんだ、どいなか、阿久根なんだ、阿久根なんですね。アクネの標準語バージョン知らないから、あ、いいよいいよ、アクネ、アクネいい顔に入ってきたよ、いいです、もっと喋って、もっと喋って、もっとちゃうだい、いいいい、続けられない、かわいい、本当に好き、ジャットンは言う、ジャットンは言う、全然言う、全然言う、ジャットンな、ジャットンな、だけどねみたいな、うん、そう、ゴースは言わないんだよね意外と、もうイメージだけ、そうですね、白クマ食べたいね、白クマね、鹿児島のだもんね、うん、面白い、かわいい、ドタン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 、じゃあササさんだよ、サササン、ササササさん、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 今日セキュリティ係、セキュリティ係、セキュリティ係になったんですか？そう。可愛い。鹿児島弁大好き。素敵。可愛い。あ、全然お疲れ様です。また。お疲れ様です。すごい挨拶してたのが入っちゃったな。釣りなさい。あ、もう誰もいない。すごい雑、ガザツなの、ケツさんって離れられない人、ソロになっちゃうよ、ソロになっちゃうよ、離れない人にすごい、そうめん食べてないと持たない人、そうめん食べてないと、すごいガザツ、何も切り張りも結構入ってると無理、そうめん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 食べないと、そうめん食べてないと、食べないと持たないからさ。ミッキー、ミッキー、倒す過程でミッキー。まあ、まあ、そうめん食うてねと持たねてば。ああ、もう可愛い。デイスキラーですか？うわ、バカにしてる。してない。してない。バカにしてる。バカにしてる。バカにしてる。書いてる印になんないですよ、当たり前じゃん、全部全部全部好きだがよ、未来やばいし、神奈川と東京は白チェックか、だいのやばいよ、古い言葉になっちゃう、古い言葉にギリギリで行きたいんだよ、意外とクーちゃん攻めるから、あ、これじゃない、これじゃない、ジュラー部分とかつり感じてる、なんか外れてはないな、やったもんね、もう覚えてるもん、ずっと折れてるって、ドスゴアス言わないのと一緒だね、あ
あれ日焼け終わった？ファンの読み聞かせ？分からなかった？私もあれはね、ムタロウだからね、まだもうムタロウ、昔あれあれの山の中に、ムタロウ昔昔山の中におじいさんとおばあさんが住んでらした。あと15分です。もうもう少し時間がない、このエピソードに聞かなければ本当に山へ。ロリンがオンラインで囲みチェキを頼んでるから取って渡したいから最後に取るよ。皆さんは可愛い新宅で行き合った。20年。自分は入らなくて。なんだ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 。新潟男。はい、兄さんと、サルさんと、誰？記事？攻撃、そこ覚えてない。どうなんだっけ？犬は？癖が強い。カカジ。なんだっけな。爪でカカジ。シバちゃん。シバさん。カカジセ。カカジセ。そうなんだっけ？でも次の駅も。そこは私の犬じゃない、次の生き物毒と癖強すぎて、なんかめっちゃカルダモン、犬と猿とカルダモン、んカルダモン、なんですかそれ。スパイス、スパイス、チーム青、チーム青囲み社名、青だったらいいのか。そうです、青になったね。青だ、入っとこ。あ、ブーちゃんありがとう。ブーちゃん個人のやつもありがとう。青、青だよね。パッチンスイちゃんと青葉とか言うもんね。我が家の決定をしてします。お求めの方がいいですか。青葉よ、いいいい、ここチーム青の囲み写メを頼んでください。ありがとう。正解してライブ映えしてたら青になったんだ。青色入ってるし、信号機の緑なのに青って言うもん。青色入ってるし、ブーちゃんありがとう。なんでワッツェスイちょっと知ってるの。すごい、ワッツェワッツェワッツェ。何かレポテートの人がやってたかも。え、ワッツェなんちゃらみたいな。え、それで知ってるのかな。花火大会2021だって。あ、今気づいた。知らんかってん、知らんかってん。知らなかったですがよ。知らなかったですがよ。あ、ぜひちょっと、なんかで見た気がするな。ゆきりん、そろそろこのオンラインも閉まっちゃうので、ぜひに駆け込み、あ、ほら閉まっちゃうよ。ひまちゃん久しぶりに、そう、宿毛矯正かけたからね、結んでない。閉めますよ。みんな閉まります。バイバイ。特典駆け込んでね。頼みたかった人は。あ、今日2周年のまいちゃんだよ。バイバイ。かわいい。やった、ありがとう。それではね、閉めたいと思います。皆さんご注文いただいた方などなどありがとうございました。次のライブは27日に2本ありますので。ぜひみんなのツイッターチェックして遊びに来てください。待ってます。じゃあ2人で行こうか、3人かな。大きい声できます、せーの。アンジャパンのクジラから終了します。ありがとうございました。世界で明けも世界でも、ありがとう。またね。あ、しおこがありがとう。